18世紀のアイスランドの写本 B299-42 に描かれたトュール。トュールは、ドイツ神話や北欧神話における軍神、勇敢な神とされる。古英語型では、ティーウ、ドイツ語では、テュール、チーウ、または、ティウという、想定される、ゲルマン祖母ではティワズ、ギリシア神話のゼウス、ローマ神話のユーピテルなど、陰謀語族の多くが、天空神として信仰する神々と、 同語源と考えられ、テュールも本来は天空神だったらしいが、謙遜する資料ではおおむね軍神とされている。これは本来は、法と法上と平和を司る天空神であったのが、2世紀後半以降に、ゲルマン人の世界が激しい戦乱の時代を迎え、戦争の神であるオーディンへの信仰が台頭し、テュールは最高神の地位を追われて、一回の軍神に転落したからと考えられている。 こうした経緯もあり、テュールというのは古くはコノルド語で神を表す一般名詞でもあった。また、テュールが最高神であった時代のゲルマン人所属の王を意味する子はティワズの祭祀を意味するティューダンスであった。絵画などでは石腕の戦士の姿で表され、これはフェンリルに片手を食いちぎられたことを示す。また、ルーン文字のテュールはテュールの象徴で、死のエッタによれば、 勝利のルーンであり、戦いの際にこのルーンを剣に刻み勝利を祈ったと、される。軍神という点で、ローマ神話の軍神マールスと、同一視され、ゲルマン語で火曜日を意味する語の語源となった。なお、同じ北欧神話のライジントールとは別の神である。18世紀のアイスランドの写本、SM66 に描かれた、テュールがフェンリルに右腕を噛み切られる場面。17世紀のアイスランドの写本。 AM73842 に描かれたテゥール、コエッタのヒュミルの歌では、トゥールは父である巨人ヒュミルのもとに、神々が主演を開くのに必要な大釜を入手するために出向いている。ただし、このエピソードにおける、トゥールという名前は一般的な神の意味で用いられており、実際はロキであると解釈すべきという説がある。ロキの公論第十八四十節において、 テュールは、ロキから、右腕を失ったことをなじられた上、テュールの妻が、ロキの子供を産んでいたことを暴露された。シグルドリーバの言葉第六節では、テュールを表す、ルーン文字を、剣の柄や峰、清溝の上に掘って、二度テュールの名を唱えることで、勝利できると語られている。ネーモウーナ・フェンリルは最初は、神々の下で拘束されていたが、餌をやる勇気があったのは、テュールだけだった。 やがてフェンリルをグレープニルに繋ぐことになった際、疑り深いフェンリルはグレープニールが危険でないことの証明のため誰かの腕を自身の口内に入れることを要求し、他の神々が戸惑っているのを見て、フェンリルが嘲笑する。それを見たトゥールはこれは、まずい、と思い自ら腕を入れる。グレープニルに繋がれた後フェンリルはそれを壊すことができないと悟ったがすでに遅く、怒り狂ったフェンリルは、 テュールの腕を噛み切った。テュールに片腕がないのはそのためである。テュールは最後はラグナロクにて解放された番犬ガルムと相打ちになる。ありがとうございます。